30回じゃトーク。いや、もう今始まります。始まってる。あ、もう始まってる？本当？でも始めちゃっていい？始めちゃっていいです。大丈夫。はい。こんばんは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 。第40回時差トーク。甲府町の要員、ようこそ。こんばんは。こんばんは。笑いすぎでしょ。武田英二郎です。まあ今日はなんですか、突然僕がちょっと回すことになってまあちょっとうまくいくかどうか分かんないんですけど、しかも今日相棒の森谷健太郎がいないっていう、この初のパターンなんで、僕にとっては実装で森谷がいないのは、まあちょっと山田と岩尾に支えてもらいながら頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけで、もう早速話そうか。別に2人の自己紹介とかいらないもんね。大丈夫です。大丈夫です。行きましょう。そうだね、まあ、今日本当話多分終わんないぐらいすごい話すことあると思うんですけど、甲府町の要因っていうことで、まあ簡単に言ったら調子がいい日と悪い日のこう差っていうか、調子がいいとか調子が悪いって何なのっていうことをちょっとこう話して具体化できればいいなと思ってるんですけど、どうですか。じゃあまず岩尾に聞いていい？いいよ。岩尾にとって自分の調子がいい日とか悪い日って、こう多分選手によって全然違うと思うんだよね。で、見てる人からしても何を見るかって全然違うと思うんだけど、うん、岩尾は自分で自分を判断するときに調子が今日いいなっていうのはどういうふうに判断してる？なんか何をやっても、技術的なところで言うと何をやってもこうミスにならないというか、なんかこう雑念がないというか、ボール蹴る瞬間もなんかあんま良くないときって、あ、これ通さなきゃみたいな、一瞬プレッシャーみたいなのを自分が感じ取ってしまう瞬間があったりするんだけど、うん、分かる分かる。いい時っていうのはなんかあんまそういうキックモーションから変な不安とか全くなく、もう普通に何ら引っかかりも取っかかりもなく、ボールはもう味方にちゃんと届いてるみたいなものが感覚的には調子いいなっていうくくりになるかな。なんかどっちかというと、まあ、ボランチ目線というかパサー目線のあれになっちゃうけど、技術的なところで言うと、うん、うん、そうだよね。めちゃくちゃわかるわ。それ山田は、あ、ごめんごめんごめん、なんか言おうとしてたの。いいよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあちょっとごめん、また後で聞くから。山田はじゃあちょっと、俺はとりあえずまあなんかフィジカル的なコンディションはやっぱいいか悪いかってすごい気にしてるっていうのと、試合前とか試合中とか、あとはこうメンタル的にどういう状態でプレーできてるかっていうところで、うん、いい悪いはまあ判断してるかな。なんか、なるほどね。うん。だからまあフィジカル的にはこうすごい力が入って、うん、こう力は入るけど力みなく動けるような状態を。そうだね。それあるよな。まあこれどっちかといえばコンディショニングのところで。うん。で、メンタル的にもこうしっかり自分で整えて入ってる、うん、こう自信とかありながら岩尾が言ったみたいなところに近いけど、うん、不安とかこう心配みたいなものを持ち込んでると、うん、やっぱ結構こう出ちゃうから。出るね。うん、それは分かるな。いい状態を作ってっていうところで、うん、なんかまあ、うん、自分なりにこう状態がいいかなみたいなのはある。もう結構明確にあるんだ。そうだね、一応あるね。うん、程度は、うん、どんな感じそれ。早い聞くな、それ。そこに飛んでいくの早い。どういう時はもうさ、あ、今日いいなみたいな、メンタル的に。うん、なんか基本やっぱこう余分なこと考えてない時っていうのはある、うん、その自分のプレーに集中できてるというか、まあ、これ結構俺メンタル的なトレーニングとかもこうしたことあるんだけど、うん、なんかその過去に引っ張られてないとか未来にを気にしすぎてないみたいな、あ、
今この瞬間に集中してるみたいなのがすごく心理的に大事らしくて、うん、なんかそれもこうミス引きずってないとか、まあ、勝敗を引きすぎてないとか、うん、なんかそういう過去とか未来にとらわれてない状態っていうのと、あとなんかその監督どうしてほしいかなとか、うん、なんかそういう他者の目みたいなのがこうプレー中に浮かんでくるときって大体いいプレーできないから、うん、まあ、それやっぱ監督との関係性にもよるし、なんか信頼得られてるなって思うときってそんな考えないけど、うん、信頼されてないし今日うまくいかなかったら次出れないかもしれないときってやっぱ考えちゃうじゃん選手って、うん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 、でやっぱそういうのをもちろん今言ったように関係性もあるけど自分でしっかり整理してこうピッチ内に持ち込まないでこう自分に集中できてるときっていうのがいいんだ。優勝だけど、まあ、そうだね。うん。うん。いや、すごいわかるわ、それ。なんか、エイジロー、その、うん、今回テーマ出しというかさ、うん。こう、なんなら自分がうまいのか下手なのかわかんないみたいな。うん。言ってたじゃん。うん、言ってたね。うん。結構波を感じる自分的に。俺はね、あのね、ここ2、3年でめちゃくちゃ波減ったと思うんだけど。おう。あのね、それこそ俺はメンタルで結構ブレてた、昔は。あの、まあ、今は別に完璧だとは思ってないけど、やっぱり他者の目気にしたり、あの、自分じゃなくて本当他のこと考えてると、こう、良くなかったり、あといいプレーしないととか思いすぎたりすると、やっぱり変に力んで、全然ダメな人とかあったし、あと一回ミスした後の気持ちの持っていき方ってのはすごいやっぱ年取るにつれて変わったけど、若い時とか、まあでも20代後半もそうだったけど、なんかミスすることがやっぱ許せなくて自分で。恥ずかしいし、こんなんでプロなのって自分で思っちゃったり、なんか自分を過度に攻めすぎて、こうどんどん次のプレーで萎縮していくっていうのはすごい感じてて。でもそういうのはもう最近は全然もう、気にしたら負けだなって、やっぱ、まあ、遅いけど気づいてからは。まあ、もちろん多少は気にはなるけど、うん、最近はちょっとマシになったかなって思うけど、うん、でも俺もその、さっき自分が出した質問の答えじゃないけど、その調子のバロメーターっていうのは結構いろいろあって、うん、フィジカル的なとこで言うと、本当にどんなに、あの、同じ準備しても、その日によって体調ってなんかやっぱ違うじゃん。最初からいきなり 100% でいける日もあれば、前半全然体動かなくてきつすぎる時もあるし、なんかそういう調子もあるし、プレー面で言ったら、あの、やっぱり岩尾ヒッツさんのとほぼ一緒だけど、なんか自信持ってパス出せるとか、ドリブルできる日もあれば、同じ準備、同じイメージ作りでやったのに、全然うまくいかない人もあって、そういうのは正直まだ自分の中で答えは出てないかな。技術面とか体力面のそういうとこは。むしろそれが完璧に出したら、毎回相当気持ちよくやれるだろうなとは思うけど。うん。同じルーティーンとかいろんなこと試しても、やっぱその時によってばらつきがあるから。うん。そうそう。でそこをちょっと今日、まあ深掘りしていきたいなとかちょっと思ってたんだけど、その、結局、そのさ、みんなじゃあ調子がいい状態ってみんな分かってるわけじゃん。で、それを作れればさ、毎試合多分いいプレーできるし、毎試合楽しめるわけだけど、やっぱそれができないのがサッカーだなって思ってて。で、その、なんつうんだろう、調子いい、調子悪いってのは、何が原因で起きるのかなってのを、まあ話したいなと思ってて。例えば、一つの要因は絶対メンタルだと思うんだけど、どんなに同じ準備したとしても、多分その週の練習でミスがちょっと続いちゃってた時と、全部うまくいった時だと、全然違うと思うし、なんだろう。あとは、相手との兼ね合いとかもすごい大事だと思う。自分はめちゃくちゃいいポジショニング、なんか練習で意識したようなポジショニング取っても、相手が予想外の動きしてきたり、相手が戦術変えてきたりして、どうしても自分のとこでプレッシャーがめっちゃかかって自分がミス しちゃうとってあるじゃん。なんかそういうのを、なんつうんだろう。何が原因で
こう悪いプレーになっちゃうのかなとか、そういうのちょっと話せたらなと思うんだけど、ちょっと難しいんだよ、調子ってすごい難しいんだよな。でもなんかさ、俺フィジカルさ、うん、結構作れるようになってきて、あ、毎試合完璧に、毎試合ほぼ、あ、それすごいな。100点が、まあ、100がマックスだとしたら、うん、若い時は悪い時は60点とか、うん、まあ、なんかコンディショニングするじゃん絶対みんな、それで、うんうんうん、それでも60点とかあったけど、今はほぼ90点以上の、それでもやっぱ移動とかもあるし、あ、そういうので多少変わるけど、でもそれなりのこうアウェーはこのルーティンみたいなのもあるから、それでだいぶ精度は高まってきて、すごいね。うん、だからそこはね、なんかやっぱリュージロ言ったみたいにメンタルの方が全然難しくて、ああ、まあそうだね。こうフィジカルはそれこそ年齢でこうちょっとずつ仕上げるの上手くはなっていくじゃん、どっちにしても、うんうん、だからまあ結構いける気がしてて、でもメンタルの方が難しいかな。難しいね。え、それはさ、うん、自分個人のメンタル、それと、あ、なんつうの、自分個人のプレーに対するメンタルがブレちゃうのか、うん、チームに結果出てないときに、チームの結果出てないときにブレちゃうのか、そのやっぱ両方なのか。いや、なんか両方なんだけど、まずこう、うん、なんかこの自分の調子って、うん、自分の中にこう要因がある場合と、うん、外にある場合2つあるじゃん、うん、中にあるときは大体、まあ、体重いとかもあるけど、まあ、大体メンタルな気がしてて、うん、で外にあるときの方がすごい難しいと思ってる。うん、もうあまりにも多すぎて、それこそチーム状況もそうだし、うん、なんか残留かけて争ってるのがめちゃ難しい状況とか、うん、ケテル連敗してるとか、うん、っていうのも外因だし、なんかそのさっき言ったみたいな相手がめっちゃいい動きしてくるとか、うん、なんかもう基本的に数的不利で局面で知るとか、うん、なんかそういうなんか原因もあるし、なんかナインはこう結構その基本フィジカルとメンタルでなんか整えていくことができる気はするけど、うん、外の要素が多すぎて、確かにな、結局そっちの方が、そっちに対応することの方が大事というか、ね、うん、うん、そんな感じか、うん、え、岩尾はさ、ボランチじゃん、うん、ボランチこそ相手にめちゃくちゃ寄るんじゃない、プレスかけてくる相手だとやっぱさ難しい、うん、し結構引いてくれたら多分さ最初から気持ちよくボール受け入れてどんどんリズム作ったりとかいろいろあると思うけどさ、うん、どうなの、その何、どういう時はやっぱ調子いいなって感じなの、相手的には、相手的っていうか、うん、なんか味方とタイミング合ってる時の方が調子いいよね、相手が出てもそっちの要因の方が俺はやってて、ああって思ってて、なんかその味方のこう味方もゲームに入れてないと、なんか自分のタイミングじゃない時とか、まあ、自分のタイミング取れてても、なんかすごい、なんていうんだろう、やっつけのパスとか、そいつがミスしたくないから、俺になんか適当にこう、その瞬間を避けるために、一旦こう、バシッてつけてきて、いや、でも俺は次の準備をしてたから、できればワンタッチでやりたかったけど、みたいな、そういうこう、ズレが多く生じると、なんか自分もリズムできなくて、なんかそれが調子悪いのか、味方によって調子悪くさせられちゃってるのか、みたいなところは、なんかちゃんと分けなきゃいけないんだけど、うん、でもなんかそれさ、さっき、あ、ごめん、さっきさ、山田がちょっと俺に一瞬言ったけどさ、俺自分がうまいか下手かどうか、こう、まだこう、いまだに迷うっていうか、すごい練習とか、まあ、試合もそうなんだけどやってて、俺、こんなとこ見えるのかみたいな、こんなとこいいパスつけれんだなって思って、俺、結構見えるなって思う時もあんの。でもそれこそそればっか狙いすぎて実は違うとこ見えてなかったりとかで、なんかあとまあ狙いすぎて取られたりした時に、あ、俺って下手なのかなとかすごい思うんだけど、それってさ、やっぱり味方とどんだけ連携取れてるかとかさ、それこそ相手がどう守ってくるかによって全然違うわけじゃん、うん、
でも、岩はそれを完全に、もう自分の実力はある程度こんぐらいあって、今日うまくいってないのは、そうやって味方タイミング合ってないとか、相手がこう来てるからとかって割り切れる、結構。なんか自分がちゃんとその状況で自分ができることを分かっていれば、別にそれ以上落ち込むこともないし、逆に自分がうまいと思う必要もないかなって思ってて、なんか蓋開けてみたら、まあ相手もいるから、自分のこうやりたいプレーとか、自分の理想のこうボールタッチとか出しどころとか、まあ例えばスルーパスだったりとか、なかなかそういうのをさせてもらえない時に、なんかそういう日というか、あ、今日そういう日なんだと思って、なんかそこでいいことしようとすると、逆にまたミスが生まれて、なんかこう、ドツボにはまっていくというか、それよりは、なんか、あ、もうなんか、うまくいかない日はいかない日なりのプレーをするっていうか。それってさ、いわゆるもう調子が悪いなっていうの思うの。それとも相手だなって思う。調子あ、が悪いって。両方かな。自分も多分見えてないし、まあ、相手も見させないように守ってきてる可能性もあるし、だからなんか、無理しじて。ゃあ、この日うまくいかなかったからって言って、自分がこう、見えて、自分が下手とか自分が見えてないとかじゃなくて、もうそういう相手も守り方してるし、こういう日なんだな、みたいな感じで、もううまく割り切っちゃうんだ。あ、そうそう。でも自分がうまくならなきゃいけないっていうのはもうみんなそうじゃん。自分がなんかここでゴールとか、もうここで成長止まってるってプレイヤー絶対いないから、そう自分で思ってる人は。成長もしたいし、まだまだできるって、もう大前提としてあるから。だから、まあそこになんかあんまり固執、その日のそのプレイに固執しなくても、まあそれをちゃんとこう自分の中に取っておければ、あ、こういう日なんかあったな、みたいな。前もあったな、みたいな。ああ、そうだね。それはやっぱ年重ねていくとね、試合数重ねると、まあこういう日ね、みたいな感じあるよね。あるでしょ。今日は出せないな、みたいあ、な。そうそうそう。そうするあとるあなんかる。プレー選択変わるじゃん。俺は結構それを自分の中では調子悪い日って決めてるかも。決めてる。調子悪いっていうか、なんかやっぱそういう日って、もう徐々にボール触るのも、ちょっと嫌になってくるっていうか、やっぱりイメージが湧かないから、めちゃめちゃやっぱ調子良くてボール触りたい日に比べたら、次来てもまた選択肢ないな、ちょっと前に蹴るしかないな、みたいな。メンタル的にも、そういう自分のプレーの感覚的にもどんどん調子悪くなってくるな、と思って。俺の中では調子が悪い日ってのはもうそういう風に捉えてるかわかる。な。そうだね。まあ。でも、だなんか逆に自分たちが、例えばゲームとか、チームとして内容全然良くなかったとしても、なんか自分がすごいいいプレーできてたら、なんつうんだろう。こう、どんどんボールも触りたいしさ、どんどんドリブルとかもしていきたいし、運びたいし、難しいとこつけたいと思うし、やっぱそれが、なんか調子いい日だと思うし、だからやっぱなんか、すごい、相手によるなって本当思う。その調子悪いってのは。まあもちろんその前提としてフィジカル的にコンディションがいいとかもいろいろあると思うんだけど。相手次第だなって思うな。相手は重要だよね。相手めち確ゃくちゃ実重に。要。本当なんかさ、チームとして全然攻めれてなくても自分のとこからすごい攻めやすいなって時とかあるじゃん。あるこう、ある。いいパス入るなとか。なんかそういうのは本当相手との兼ね合いで勝手に、しかもやっぱメンタル的にいいプレー続いたらさ、次も積極的にやれるとかさ、どんどん良くなっていくからさ。そうだね。なんかそういう意味では調子のいいところから攻めたくなっちゃうよね、ボランチとしては。ああ、そうだね。なんかそうだね。あんまりこうついてないところに配るとさ、攻撃終わっちゃったりするけど、なんかいい方から行っていい形で、なんかそのあんまり良くない方にもうボールが流れてって、そいつもなんかそのいい方に巻き込まれて、ちょっとずつプレー良くなっていくみたいな、試合の中で。なんかそうだそうね。いうリズムみたいな、試合の中のも、なんかこう、それぞれの選手の好調不調で結構変わるじゃあから、さ、岩尾結構試合中さ、周りの選手、今日こいついいなとか、めっちゃ見する。ごい、めっちゃ見るんだ。めっちゃ見る。あまあだからなんそか変えられるかって言ったら、そんな変えられること多くはないんだけど、う。うんうん。
でも自分も含めて、なんか自分の調子良くなかったらわざわざなんかボール触り行くよりは誰かにここスペース使ってもらう方に変えたりとか、そういうなんか自分の平均点を下げないようにチームの中に。あ、確かに。あのさ、あの、超キジェさんさ、やってるじゃん、岩尾も。うん。超さんさ、めっちゃそれ見ない。めっちゃそれ見るよ。めちゃくちゃ見るよね。めちゃくちゃ見る。それ、俺もほんと超さんすごいなって思うところでさ、むしろそこしか見てないよね。そうだね。そこにはかなり、うん、なんていうの、徹底されてるね、そこを見る、うん。確かに。でも、その、岩尾がその見方、すごい調子いい悪い見るって言ってたけど、俺もよく考えてみたら多分見てるなと思って、まあ俺はそれで選択肢変えれないんだけど、それこそ。そ、だそいつにパス出さないとか、そっちから行かないとか、別に決めれないけど、でも、あ、こいつ今日乗ってるなとか、やっぱすごいわかるじゃん。ボール受けたがってるやつと受けたがってないやつとか、持ってから顔が上がってるか、それかもう下向いちゃってるとか、もう周り全然見えてないとかってやっぱすごいわかるじゃん。それ結構やっぱ一番こう、強く教えてくれたのは張さんかもしれないなって思う。あの人めっちゃそこばっか見てさ、うん、だ自分ちょっとハマってんなと思ったらさバレるよね。まあバレるよね。前半で変えられるやん。途中から入っても変えられちゃう。許してくんない。でさ、岩尾言ったみたいにさ、自分調子悪いから受けないで自分スペース空けようと思ってさ走るじゃん、うん、でなんか受けるふりとかするとさ、うん、めっちゃ怒んない。お前アリバイでやんのとかめっちゃ言ってこない、うんうん、あれマジ怖いんだよな。でもちょっと今日無理なんすよって感じだよね。あれそうだね。今日違う、そういう日じゃないですよ。チームのためなら、うん。うん。あれ本当な。でもなんかそれをしないでも、うん、やっぱこう自分の中でちゃんとその引き戻せる。うん、まあちょっとなんか蓋開けてみたら良くない入りだったけど、うん、ゲームの中でちゃんと引き戻せる選手になるっていうのは重要だよね。だから、うん、だからそうだね。開けて人にやってもらうっていう選択肢で、うん、ちゃんと自分でその90分の時間の中で自分を取り戻すことができる、うん。そうだね。やるっていうのも重要だよね。なんか俺はそれで言うと、本当にどんなに結構悪くても、一回ボンってビッグプレイ、いいプレイ出たら、簡単に調子良くなっちゃうな。本当に。簡単にすぐ、あ、また、なんか考え方的に俺なんか、いいプレイしたら一個か、なんかプラスが一個できて、うんうん、次ミスってもプラマイゼロぐらいで思うタイプなの。うんうん、だから逆にミス続くとマイナスマイナスマイナスだから、もう次本当ミスれないわみたいにどんどん思って、調子がどんどん悪くなって安牌なプレーでクリアしちゃったり、チャレンジしなかったりとかっていうのはなっちゃうときあるね。特に若いときはもう本当そうなってさ、うん、でも張さんにマジでそこは結構鍛えられたな、うん、なんか結構英二郎的にはやっぱ乗ってるか乗れてないかみたいな感じがかなり調子いい悪いのバロメーター。俺はそうだと思う。メンタル的なメンタル的なとこかをこうやってやっぱ話して改めてこう洗い出してみると完全に俺はメンタルだね。その、うん、いいプレーがやっぱ続くと次もいいプレーがやっぱ生まれるしチャレンジしやすいかなって思う。違う山田。いやもちろんなんかでも気持ち的に乗ってる乗ってないってあんまりないかな試合中。ないんだ。じゃあさ結構じゃあなんつうんだろボール持ってて自分が、うん取られてそれで大カウンター食らって失点するじゃん。例えば次のプレーでさまた同じような状況で受けた時ってもうメンタル全然振って戻ってんの。その調子いい時にっていうかさあ今回ミスれないなとか思わない全然、うん、ちょっとマイナスには働いてると思うけど、うん、そこの振れ幅はそんなにこう大きくないかもしれない。うーん一回とあったらだからなんかプレーもそうでなんか1回プレーしてとかそんなになんかないかな。ずっとこう似た感じでやってるかな、まあ、もちろん点取った後とかすげえいいプレーとか、うん、それはあるけど、うん、なんかそんなにはこう90分同じ感じでプレーしてる方が多いかな。似たこう振れ幅はそんなに大きくない気がする。それでもすごいメンタルいいよね。でもなんか、うん、どっちもどっちだよね。なんか、なんだよ。にだって、うん、いい、グワンって乗るかっていうことがないってことだから。そっか、グワンと乗ることないんだ。点取ったりさ、めっちゃいいプレーした後も別に乗らないんだ。うんうん。うん、ポジションもあるよね。うん、まあそうだね、確かに。
っぱディフェンスラインの選手は、うん、その自分が一個いいプレーするのと取られて失点するリスクを両方考えなきゃいけないから、うん、めちゃくちゃ考える。なんか今もそうだし、やっぱうちとかもつなぐサッカーとか思考してると、うん、なんかつながなきゃいけないし、ドリブルで運ばなきゃいけないとかいろんなこうタスクがあるけど、うん、ドリブルで運べたら1点入るのかっていうとそうじゃないし、うん、でもそうだね、取られたら1点入っちゃう可能性高いじゃん、うんうん、だからそこのなんかこうリスクの考え方が多分、まあ、俺とか攻撃の選手とは絶対違うから、うん、どう蹴りをつけるかっていうのは重要だよね、うん、多分。だからその考え方はもう本当にあの前だったら、まあ、ずっと若い時とか言ってるんだけど、本当にディフェンスだからって逃げてつないだり、あ、違う、逃げてクリアしたり、つなげたかもしれないけど蹴っちゃったりするのがすんごい悪だと思ってて、うん、なんかその逃げた自分を本当に受け入れられなかったんだけど、なんかやっぱ今はその今岩尾言ったみたいに、この蹴りがつけられるようになってきたっていうか、こうつないだら危ないっていうか、こう逆に流れ悪くなっちゃったりとか、そういうのをすごいでも考えられるようになってきたかな、30超えてぐらいから。なんかみんなバランス取れるようになるじゃん、うん、結構多分、うん、なんかそれさっき岩尾と話したんだけど、うん、なんかこうそれこそ今のこうつなぐかクリアするかみたいな話結構分かりやすい気がしてんだけど、うん、やっぱつなげたら最高じゃん、うん、なんか難しい局面で、なんか若い時って最高を目指しがちだから、うん、なんかこうやっぱつなげたなとか思っちゃうんだけど、うん、によってはこう蹴ることが正解の時もあるじゃん、うん、なんかこうリスク取らない方がいい立ち上がりなのか、チームの状況悪い時なのかとかによって、別に蹴ることが必ずしも全然最高ではないけど、うん、それは最適かもしれないっていう、うん、こうなんか経験積んでくると分かってきて、うん、なんかさっきの俺のこう波がないというか、あんまりこう、うん、一喜一憂しないみたいなところも、なんか最高を目指してるというよりはずっとなんか最適がどこかなって探しながらやってるから、うん、なんかあんまりこう、うん、だからいい悪いっていう判断をしてるというよりは、うん、なんかこれもこう年を重ねるにつれてなんだけど、結構サッカーって正解がないようであるなって思うようになってきてて、なんか後から映像を見てもミスしたときも、うん、ああ、でもこれは正解の判断だったなとか、あ、うん、で、こうプレー等、なんか成功してたとしても、あ、判断としてこれはこう正しくなかったなって思うこととかもあったから、うん、なんか試合中だからなんかこう、ね、最適なところとか、なんか判断の正解みたいなものを探しながら、うん、なんか正しい判断をしようってひたすら思いながらプレーしてる感は、ちょっとあるかは。うん、そうなってくるとだんだんこう一喜一憂しなくは。そうだね。そうするとね、調子もそんなに、そうだね、ね、上下しないっていうか、分かるようになってくるというか、うん、なんで取られたのか、さっきのミスパスしてカウンター食らった時の、うん、なんで自分がそうなっちゃったかっていうのがだんだん分かるようになってくると、うん、なんか次同じ局面で受けたらこうしようっていうのがあるから、なんかもう一回そういう状況が起きた時にそんなにこう慌ててやべやべさっきと一緒だってなるっていうよりは、うん、さっきこうだったからこうしようって思いながらやってるから、そんなにこう、うん、焦ってボール受けないというか、うん、うん、なんかそういうのは、なんかこうやっぱ話してるとさ、調子がいい悪いっていうよりなんかもうメンタルの話になってきてるよね、正直で結局やっぱそこなんだろう、うん、一番調子、あ、まあでも山は違うのか。いや、でも結局そこだと思うよ。うん。なんか、うん。そうだな。やっぱなんかメンタルが乗ってるときは、だでも山田はそれがないのか。また違うのか。メンタルが乗ってるけど、そんなになんか、なんか英二郎が50で80、20行き来してるぐらいのクワッカっていう感じのイメージだったところで言うと、60、40ぐらいっていう。ああ、なるほどね。振れ幅があるには全然あるんだけど。え、岩尾はちなみにどっち側？俺もずっと50っぽいな、なんか、どっち、うん、なんか20とかそういう振れ幅ではない。昔はでもそうだった。ああ。
でもなんかそういう時は、昔のそういう時って、本当自分が完璧なプレーとかいいプレーみたいなのをこうイメージして臨んで、なんかこういいことしてやろうと思ってミスった時に、なんか、あ、ダメだみたいな調子が悪いのか、判断が悪いのか、まあ、さっきの山田が言ったその適切なプレーではないのか、本人も分かってないから、イコールダメだったみたいな、そうしてた多分ダメだったみたいな感じだったけど、なんかただ自分が選べてないだけだなって大人になるというっていうか、年重ねると、なんかいいことしようとかじゃなくて、なんか結果的にいいことだったらいいけど、そこをなんか追いすぎないことができるようになると変わってきたな、そのパーセンテージが変わってきたなっていう。そうだね。でもあれだよね。これで、だから別にさ、完璧を目指してないわけじゃないんだけど、いや、もちろんもちろそうなんだよね。こう難しいよね、なんか。ん。うん。もちろん完璧にはやりたいけど、どっかでうまく、ちょっと力を逃がすところとか作りながらっていう、そういうのをね、作るってことだね。それも含めて完璧なのかもしれない。だから。ああ、なるほどね。そうだね。蹴っ確かて、に。結果的にはつなげてないけど、うん。実は完璧なプレーの一そう部だね。それが、その判断ができてるってことでだきもんてれね。ば、うん。うん、確かに。そうだノーミスだったら完璧なのかっていうと、多分そうではない。ね。ああ、だそういろううことな。ね。ミスはしてないけど、どっかチャレンジできてない部分とか見えてない部分があるってそっことか、その先で味方が苦しんでとだね。深いか、な。深いな。そうなると全然完璧そうでもだないじゃない。ね。でも自分そうのだプレーね。成功率は100%じゃん、ミスしてないと。ああ。それって完璧なのかっていうところで言確かに。うと。うん、はい、っていうかもう何のことについて話してるか全然わかんなくなってき た。あるある絶対あるある。でさ、じゃあちょっと、これ俺すごい気になってたんだけど、今までさみんないろんな選手やってるけど、こう、やっぱ、まだ調子がいい悪いが少ない人って多分、要はメンタルとかさ、プレーの波がすごい極端に少ない人が一番そういう人だと思うんだけどさ、今までで一番、こう、あ、こいつマジでブレないな、みたいな。常に結構安定してるなって思った人っている。思い浮かぶ。ちなみに俺は、やっぱ遠藤航とか、やばいぐらいブレないなっていうイメージがある。なんかミスしてもなんか顔一緒なんだよね、いつも。成功しても。わかる？要は、わかるわかる。航のあの顔。うん。ちょっと口ポカーンって開いたあの、あ、余裕っすよ、みたいな。やっぱ航はなんか、多分あいつ多分ドイツでもそんな感じなんだろうなってなんか勝手にイメージして。うん、なんか、渡るはなんかもう生まれ持った性格なんだろうなみたいな。で、渡るがすんごいハマってるっていう試合、あんまりっていうか見たことなかったし。うん、かといってすげえもう劇的にもう無双してるみたいなイメージも逆になくて、正直渡るに関しては。普通に常に淡々と同じぐらいのレベルでやられずにいいプレーをしてるなーってイメージだったんだけど。どう？他のチームで誰かいる？なんかやっぱ上手い人が浮かんじゃうな。まあそうだよね。駒野さんが浮かんで、あ、それでも分かる。俺も対面して思った。もうなんかでもめちゃくちゃ技術高いし頭もいいか分かる。ら、なんかだからミスんないから、そもそもあんまり。そうだね。それはすごい思った、駒俺野も。と、あ、じゃあさ、ちょっとさ、ちょっと変わるけど、海外とかさ、いたじゃん。外人とかはどうだった？やっぱ、すごいアップダウン激しいな。ああ、激しいけど、なんか、そもそも、なんかミスの概念がちょっと違う感じがしてて、なんか向こうで一番監督が怒るのは、こう決められたことをやらなかった時とか、あ、そう、逆にそうなんだ。そう、そっちなんだよね。なんか、だからこう、技術的なミスってマジで怒んないの。だけど、その、頭の中のミスとかを結構怒られる。あ、そうなんだ。とじゃあか、逆に日本より規律厳しいってこと？そういうわけじゃない。厳しかったね。あ、厳しいん俺がだ。やってたチームの監督は、イメージ全然違うわ。で、なんかその、でも逆にシュート外したとかは、もちろんなんかこう、とかパスミスとかを言われない。あんまり判断ミスとか、すごい言われるというか、あとゴールにやっぱりこう、
ゴールのチャンスを逃さないみたいな感覚がすごい強いから、それこそさっきの岩のミスしてなきゃ最高ではないよねっていう話、まさしくそうだと思うんだけど、こう縦パスこうチャレンジしてでも出すっていうのが戦術だとして、チャンス伸ばして真横のフリーの選手に預けたことによってそのコースがなくなるとかにすごい起こるから、そこでこう頑張ってパッて出そうとしてずれちゃった、取られちゃったとかは、うん、全然こうまずチームの中の判断基準として怒られないし、選手も技術的なミスをこう気にしない感はあって、うん、じゃあそのあっちで、あこいつ今日調子いいな調子悪いなってのはどういうところで測ってたの？あでもそこのフィーリングなんだけど、うん、あのその難しい場面でも前出さなきゃいけないのが通る通らないみたいなので、うん、こいつ今日通ってないみたいなのはあったけど、なんかやっぱりそこはルールが結構しっかりしてるからチームの中で、うん、あんまりなんかね判断には影響を与えてないんだよね、その調子の良し悪しが、うん、やっぱりなんか調子悪いからあ横パスしとこうみたいなのが一番怒られるって分かってるから。なるほどね。みんなフィーリング悪くてもここは逃しちゃいけないとか、ここが今日の狙いだっていう場面では絶対そこに出すの、悪くても。あなるほど、だからずれんだけど結局あだから結局技術的なミスに行くんだよね、調子の良し悪し、メンタルじゃなくて、メンタルとかじゃなくて、あそれってさ、でもさ、もう縦出さなきゃ出せなきゃみたいな感じでさ、みんな縛られてあるよっていう感覚もないの別に。あ日本でうまくいかないときってさ、みんな監督の言うこと守ろうとしては縦に出せないのに無理して出してさ、相手にバレバレでバレて取られてっていう悪循環が日本ではよくあるじゃん、うんうん、自分の判断をもう全く持てなくなるみたいな、うん、そういうのとはちょっとまた違う。あのやっぱこう戦術のその監督の手腕みたいなところなんだけど、そこは結局、うん、本当にスカウティングすごくて、大体その言った通りにやれば空いてるっていうのと、うん、空いてるすごい戦術的なチームが多かったから、ああ言ったらこうなるみたいなって大体そうなんだ。それを確かに英次郎言うように対応してくるから、うん、さっき空いてたのに空いてないみたいななってきて、うん、そうするとまたベンチから今度こっち空いたぞ、今度はこうしようみたいな、本当結構戦術合戦なんだよね。だからそのうまくいってないけどそれを押し通すみたいなのは、うん、ベンチワークとしてあんまりない。なんか、うん、まあでもそれはすごい良かった時期なんだよね、あの昇格しそうな年で、うん、すげえ勝ててた時で戦術もハマってて、うん、みたいな時だったから、うん、なんかそんな風にこう日本人みたいな、すげえ分かるんだけど今英次郎が言う、うん、こうゲームプランに固執して、うん、今日正しい判断できなくなるみたいなのは、うん、その今俺がイメージしながら喋ってる監督の時はほとんどなかった、うん、じゃあもう本当に外人が調子悪い時は技術的にうん、もう足明らかついてないなみたいな、うん、そういう時か。そうだね。まあなんかその熱の使い方みたいなの全然違うから日本人と。なんかこうちょっとこう俺らが再現できないところはあるなっていうこう。ああそういうことね。感じはした。なんか日本人は熱くなりすぎていいプレーできる選手ってあんまいないイメージなんだけど、中にも、うんうん、本当に数少ないフォワードの選手とか。うんうん、だけど外国人の選手は結構こう。熱くなりすぎて大丈夫かっていう時の方がもうなんかゾーン入っちゃった、うん、めっちゃいいプレーできるみたいな、なんかまあ日本にやってる日本でやってる選手もそうだけど結構そうだね、そのイメージはあるわ。このメンタリティみたいなところは結構違う気がするから。レアンドロ・ドミンゲス完全それだったな、うん、それで無双するからな怒って、うん、そうそうそうあれすごいよね、取るといいとかね、うん、いい選手いるもんね。いるいるいる。へえ。なんか今さ、喋ってて思ったんだけどさ、うん、俺年齢とともに、まあ、波みんなそうだと思うけど、なくなってきたんだけど、うん、なんか一つは、こう、技術的なミスを本当に気にしなくなったの。なんかそれでかいかもって思った、なんかこう。ミスってさ、本当なんか別に通ると思って、普通に出してミスるときとかあるじゃん、たまに。なんかこうポロってこうボールがいったのか、なんかまあ絶対みんなあるじゃん。なんか技術的なミスはもうしょうがないなって思えるようになって、なんかそれこそメンタル的なミスが減ったんだ。うん、なんか減った。で、メンタルにフォーカスするようになったから、うん、なんか技術的なミスはそこは一旦捨てないと、うん、
能力的なミスというか、うん、ミスじゃないか、能力的な負けとか、うん、能力的にこれはなんか今の自分の技術だったら成功率3割だったらしょうがねえなっていうところは試合中捨てていかないと、なんかでメンタルとかで変えれるところを試合中はなんかこう徹底的に意識して、なんかそこならすぐ変えれるじゃん、次のプレーで。だからそっちのこうマインドとかメンタル的なミスだったのか技術的なミスだったのかっていうのをなんかこう分析して、うん、あ今でも技術のミスだなって、トラミとか、うん、なんかだとしたらもう捨てれるすぐ、できたからそれは一個なんかある。俺 それだな。でも俺そういう意味では全然2人に比べてまだそこ子供だわ。やっぱりサイドバックってさ、はめられること多いじゃん、プレスで。うんうんうん、で自分と起きて、勝手にイメージしてるのはさ、例えば、浦和の試合見せたら、やっぱ西代表とか、はまらないわけじゃん、うんうん、来ても。で、別に自分があそこまで上手いとは正直思ってないけど、でもやっぱ、あそこ目指し、ああいう選手を目指してさ、やって、常に練習がそういうのイメージしてて、で、やっぱ試合で相手がバーってプレス来て、それを剥がせなかったり、逆にはまった時とかは、すごいやっぱ、あ、俺、まだだな、まだまだだな、みたいな感じで思って、次ちょっと自分のプレーを変え、その逃げのプレーに走るってよりは、ポジショニングとか変えて、最初、そう、ちょっと変えちゃうときあるね。受け方変えたり。で結構それで、あ、ちょっと今日足ついてないなとか思うときあるかも、正直。まだ子供だ。でもさ、ポジショニング変えるっていうのはめちゃくちゃ正しいね。まあ、それはそう、それは大事なんだけど。でもなんかそれと同時にやっぱ俺まだ技術足りないなみたいなことをすごい思う、うんうん、技術のミス割り切れないと止めるってことにとらわれちゃうよね、うん、今度判断する前に。そうだね、なんかボール長く見ちゃったりとか、うん、必要以上に見ちゃって、うん、判断が遅れたりとか探せてない、いいところ探せない、それが調子なんじゃない、それが調子だよ、ね、俺はそうかもしれない、もうまさしく俺も結構そこ、うん、割り切っちゃうから、捨てちゃうから、うん、ボール見れば見るほど、なんか俺の場合、判断失うし、360度来るから、うん。そうだよね、うん。ボランチだってマジでそうだもんな。確かに。うん、だから結局、相手によるんだよね。もちろん。相手は関わってきて。相手による、相手にすごいよるんだよね。うん、相手の。うん、あともうなんならやっぱりそのファーストプレーがすごい大事だと思ってて、うん、ファーストプレーで相手がどんなプレス来てもやっぱパッてすごいそのプレスをいなしたり自分のイメージ通りのプレーができると基本的にやっぱそういう試合って最後までいい気がするし、逆にファーストプレー食われたり、まあ、ボランチなんて一番それが多いと思うけどさ、背中から来られてるのをヒュッてワンタッチでかわすのとガツンって食われるのだともうその試合の印象が全然違うと思うんだけど、うん、やっぱそういうとこ相当影響してくるよね、調子っていうかその日のプレーの出来に。でもなんか英二郎やっぱ加点方式だからじゃないそれ。ファーストプレーでプラスポイント取れると、うん、あもうプラス取るとでかいよ、でかいじゃん、うん、でかい、うん、でも俺あんまそうじゃないから。なるほどね。90分間であまあ、プラマイゼロか、まあ、1でもプラスかぐらいに思っとけばいいって思ってるから、ね、だから別に。ブレないんだ。食われファーストプレーとか関係ないんだ。うん、あんまり関係ないかな。すごい。いや、すごくないけど。いや、すごいと思う。すごいと思う。加点だとやっぱ、マイナススタートになるとちょっとあれだよね。うん、そうだね。スタートになると。ちょっと、ああ、やべえなって思うときあるね。でもなんか、リーディングなんて大体一番最初が一番悪くない？ああ、そうだね。それはそうだね。試合の。ここで割り切っちゃうけどな、俺もなんか、やっぱ、ファーストプレー大事だなとは結構、今も思ってるから、うんうん、あんま無茶な、こう、なんだ、後ろ向きでターンして、くわっていくっていうよりは、ファーストプレーだったらミスしないように見えてる見方使うみたいな。うん、なんか、2、3プレーは、大きいミスをして、こう、入りでこうリズム崩さないようにっていうのは気をつけてるけど、うんうん、さあ気をつけるね。何しても、まあでもどっちみちなんか試合の最初って100のフィーリングじゃないし、みんな。うん。そうだね。低くなってくるからな、フィーリングはっていう。確かに。感じではこう、なんか思うようにはしてる。うん、実際そうだなっていう気はするけど。
そうだね。うん、まあだから結局さ、やっぱ試合とか見てると最初の15分でお互い蹴り合いみたいになること多いもん。みんなそういう多分、それってやっぱ日本人のメンタルなのかな。そうなのかな。結構やっぱね、最初10分はまず前蹴ろうみたいになることやっぱ多いじゃん。でも実際みんなさ、多分ね、もちろんプロになってる選手はみんな上手いからさ、本当はできるはずなのにさ、やっぱそうなっちゃうよね。どうしてもなることが多いよね。でもうちとか今年最初の方、こう、監督がもう最初から別にもう自分たちのサッカー90分やろうって感じだから、あ、別になんかいいよっつって繋いでたんだけど、プレシーズンから立ち上がりのこう、それこそフィーリング合ってない状態、うんうん、相手はさ、最初ってガッて来るじゃん。うん、来る。で、相手も120で来る、自分たちのフィーリングは80点ぐらいで回すと大体来られんの。うん、そうだ、チームとして。うん。なんならそこで失点しちゃったりすると、そうだね、ゲームプラン崩れるからね。ね、そう、ゲームプランめちゃくちゃ崩れるし、うん。先制点って今もう超大事じゃん。うん。どこのリーグ。あ、でもなんか、山田がそのフィーリングって言ってるじゃん、その8、フィーリング80ぐらいっていう、うんうん。それはでもちょっと俺なんか今日1個すごい収穫っていうか、その最初ミスること自体も俺の中ではやっぱ技術がないからっていう風に捉えてたから。でも、そういうわけじゃなくて、やっぱ最初まだ、なんつうんだ、体とかの感じもまだパーフェクトじゃない中はもう仕方ないっていう風にある意味割り切ってると思う。うんうんうん。うん、確かにそうだね。そうだね。では、あと、これも20代後半ぐらいで気づいたことなんだけど、時間大丈夫？これもう、やばい。いや、大丈夫。大丈夫。まあ、40分ぐらいやってるけど。なんか、思ったのは、うん、サッカーって、もう前半と後半ってもう別のスポーツだと俺思ってて、別のスポーツは言い過ぎだけど、別の試合だと思ってて、前半って、やっぱめっちゃプレス来るし、それこそフィーリング悪いから、なんかやっぱまあミス起きやすいっていうか、硬い試合になりやすいじゃん。だから前半のミスは全部忘れるっていうのは意識的にやってるかな。で、後半どうせスペース空いて楽しく気持ちよくサッカーできるようになるじゃん。うん。なんかこう、そういうもんじゃん、サッカーって。そういうのに気づけたのはね、20代後半、遅かったね。いや、さ、いまだにサッカー界にあるさ、うんうん、結構監督すらもさ、うん、後半のサッカー前半からやろうよっていう。言うよね。言う、言う。いや、なんか違う、違うんだよね。なんか、サッカーとか、外から見てる人が言うのはすごい分かって、うんうん、でも監督それ言っちゃダメだろうとか思うんだけど、うん、そうだね。特にさ、あの、失点してからの、こう、攻撃的なサッカーをもう最初90、なんか立ち上がりから90分やれればとかも、でも相手がもうちょっとさ、引いてくれる、攻めれるとか、そうそうそう。うちもリスク取っていけるから、うん、っていう、こう、現実にそういうところってあって、うん、なんか、関係ないことで差し込んじゃったんだけど。うん、いや、でもそれね、めちゃくちゃわかる。そこはあるよね。だからそういうの分かってくると、なんか立ち上がり15分なんて、どっちみちお互い蹴り合ったり、うん、お互いミス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 みたいな。うん、うん。だから、でいう感じで、こう、クオリティがあんまりこう担保されてないゲーム内容になる。そうだね。だから、なんか立ち上がりのミスとかを気にしないで、あ、でも、うん、空いてくるなとか、あ、でもすでにここ空いてるなとか、うん、なんかそういうとこをこう見てるから、あんまり自分の子は今日調子いい悪いというよりは、なんか、でもそうなってくると前半大事なのってさ、フィジカルを整えておくことの方が大事かもね、そういう意味で。いや、あとはね、見とくことじゃない、うん、やっぱ。え、何？穴の岩とかめちゃくちゃそこ見てると思うんだけど、うん、あ、まあそれ本当ポジションによると思うんだけど、ここをほつれてくるなみたいなところを、うん、前半のうちから、こう、相手の守備の、こう、そういうところを見ながらやってると、多分自分の調子じゃないことを考えてるから、うん、そんなに今日いいな、悪いなじゃなくて、うん、どこ空いてんなとか、ここ、うん、こうなったらここ空いてくるなとか、もう一人人数かけれれば、ここ崩せてこういうふうに点取れるなとかを考えてると、より、こう、なんか一喜一憂はしなくなってくるかも、自分の、うん、プレーのミスった、成功したみたいなのは。うん。なんかそういうのもベテランになってくると、みんなそこ見てるじゃん、やっぱ。うん。ゲームバランスとチームの噛み合わせのバランスの、どこでのバランスを起きててっていうのを、うん。自分たちがもちろん、こう、劣勢な、その噛み合わせの部分も含めて、うん、あ、ちょっと今日危ねえな、も含めて、うん。そういうのをこう、俯瞰して見てると、
なんか自分の世界の中で今日調子いい調子悪いみたいな感じじゃなくなってくるっていうのも、うん、なんか年を重ねて、うん、なんか考えることが増えるから、うん、自然とこう自分の調子の良し悪しにこう執着をしすぎてないというか、そういうのもあるのかなとちょっと、うん、ってことは山田は全く調子の波がないっていう選手ってことでいい？もうほぼ。いや、なんか結果的な調子の波はあると思うよ、もちろん。ああ。うん。でもそれは山田のせいじゃなくて相手のせいってことだよね。相手のせいっていうか。うん、いや、でも。試合展開のせいとか。なんか、少なくともその自分が調子いい悪いはあるけど、それが自分要因のことも全然まだまだあって、うん、自分の中に原因があることも。でもそこの線引きはまださすがにできてるかな。うん、だから多分、ああ、もうゲーム状況的にこれが全然自分のイメージしてた最高のプレーじゃないけど、まあ、もうこの状況の中で、まあなんか、まあ球大点じゃないけど、まあこんぐらいだなっていうのが、出せてれば、特別こう自分がすごいいいプレーできてなくても調子悪いとは思わないから、なんか、外に要因があるときはそれに引っ張られて内側まで崩れてくるっていうのは減ってきたかも。でも別に自分のメンタルも全然100点じゃないから常に、うん、なんかそっちはもちろんまだまだめちゃくちゃ課題たくさんあってっていう感じだけど、うん、自分のメンタル的な、やっぱその平次郎より結局マジメンタルだなって思うんだけど。同じ話めっちゃしてるもんな。メンタルこそ100点ってマジほど遠いと思うんだけど。そうだね。ね、だけど、うん、そこが問題じゃない場合も多々あるじゃん。プレイが成功失敗だけを切り取ると、うん、自分のメンタル関係なく起こってることってサッカーめちゃくちゃたくさんあるから、うん、それはなんか割り切れて、うん、あ、自分の今のメンタル由来じゃねえなって思ったら、そんなにこう、英二郎の言うところの原点にはならない。うん、だからこう、うん、落ち込んだりというか、そういうなんかこう、あんまりネガティブには働かなくなって。うん、まあでも、ちょっとあれだね、時間的にぼちぼちこう、終わらせていかないといけないわけだけどさ。まあ本当に結論はメンタルじゃない。まとめに言ってない。マジで、うん、いやでもそう思った。結局話して多分、まあ、今年までやってるから、まあ、最低限技術とかサッカーはさできるから残ってるわけで、うん、まあその中で調子がいいっていう、うん、そうだね、うまくいく日とうまくいかない日の差はやっぱり相手とメンタルだな、うんうん、相手の兼ね合い、味方との兼ね合いとあとはメンタルだなって俺は思った。今日話して。うん、でもなんか二人はすごい、そういう意味でめちゃくちゃ考えて、すごいいい対策してんじゃないのかなって思ったけどね。話聞いて。わからんけど。うん、でも、マジで毎試合課題感はもちろんあるよ。うん、あるよね。うん。でも俺、勝手に山田なんて、もう、ドリブルとかパスがうまくいく日が調子良くて、うん、それがダメな日調子悪いですぐらいの感じなのかと思ってた、外からなんかやっぱさ攻撃の選手って、うんうん、でもそのでやっぱさ特徴技術とかさドリブルとかパスじゃん。でもそれがダメでもそれをそんなに山田大事にしてないっていうか、そこまで俺が思ってたほどは気にしてないんだなってのは今日ちょっと感じたかな、うん、ああまあそう、うん、岩尾は正直全部あの想定内だと。性格的にはまあ、うん、もうあそんな感じねって大学の時から思ってた通りだった。全然だからあ驚かなかった。驚かない。驚かない。10年前から知ってた。知ってたから、うん、全然面白くなかったな。かわしいな。まあまあ、どう？今何分？ごめん、今何分ぐらい？55分。ちょうどいいな、これは、時間的に。め、うん、っちゃ質問もらってたけど、拾えなくてすみません。あ、本当？やば。それや、山田が全部見てたの。あ、俺、ちょいちょい見てて。そうなんだ。でも、いろんな、結構いい質問もありそう。あ、本当？
ごめん、それちょっと言ってよ。俺全然止まんなかった話。いやいや、全然全然。大丈夫。うん。一にも答えなくて大丈夫。ね、拾うなら拾って。もういいし。最初めてから拾う？うん、そうだね。一旦中締めお願いします。じゃあ、以上。え、あ、そういうこと。え、ね、この後も続くってこと？うん。あ、じゃあ。適当に切ってもらえばいいか。そうだね。もう、とりあえずじゃあ、とりあえずっていう言い方悪いな。その、調子がいい、いい悪いか、好不調の要因か。っていう話は、まあ僕の結論では、メンタルと相手味方との兼ね合いってことになったんで、まあ今日の話を生かして僕はあんまりこう、そこまで深く気にせず、二人のようにちょっともうちょっと落ち着いてやれるように、また成長できればいいなと思いました。というわけで、とりあえずこの話は終わりで、ちょっと質問に答えたりしていくんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。からの、岩を見てる質問。見てるよ、携帯で。こういう質問あったんだよな。相手との相性って結論はダサいって言ってる。それ、モリアじゃない、それ。モリアじゃない。モリアじゃないか。相手との相性に自分がそれをどう捉えてどう消化するかっていうとこですよね、多分。うん。うん。もちろん。いや、でも相手との相性だと思うけどな、正直。それをこう、ネガに、ネガで消化すると調子悪くなってってみたいな話でしょ、でも。ネガって、ネガティブ。ネガティブ、ネガティブ。うん。まあ、そうだね。まあ、でも、どうだろう。俺はでも、やっぱ、あいつの兼ね合いって思っちゃうけどな。で、別にそれで兼ね合いが悪かったら、自分でポジショニング変えたり、うんうん、立ち位置変えたり、受け方変えたりして、修正していけばいいと思う。うんうん。かな。あ、調子って何？まあまあ、答えないですね。パフォーマンスがいいことと、調子がいいことは、なんか、うん、なんかそうだね、似て非なるものな気がする、うんうん、なんかだからパフォーマンスに関しては相手との兼ね合いとかめちゃくちゃ、なんならチームのとかさ、うん、チーム状況すら関わってくるけど自分の自体はちょっとまた、うん、あ、なんかたまにあんのが自分的にすごい今日良かったなって思って試合終わってあのチームメイトとかに次の日とかあった時に昨日エイジ君めっちゃ調子悪かったよねとか言われる時とかあるんだよ。わかる。それとかは結構、それが一番落ち込むかも、むしろ。あ、そう、それ質問であった。自分が調子いいと思った時に、ああ他の選手から見て調子がいいってわかるかみたいな。そうだね。うん。それ、でもだから、何を大事にしてるかじゃない？うん、そう。俺は多分、ビルドアップとかキックとか、あと相手にどんぐらい寄せれるか大事にしてるから、もしかしたら人から見たら、なんだろう、オーバーラップの回数足りないとか、もっと走ってほしいとか、迫力足りないとか、思って評価低い時はあるかもしれないけど、自分の中では自分の持ち味とかさ、自分が得意としてるプレーをやった時は、それで結構気持ちよくなってるじゃないけど、こう、いい試合だったなって、やれることをやったなって思うこと多いけど。そういうところでずれることはあるよね。うん。確かに結構ずれはそこはある気もする、ね。ある、あるある、うん。あのさ、採点されるじゃん、試合って結構。自分的に今日良かったなって時にやっぱさ、5.5 とか5とかだとさ、ああ、そういう感じねみたいな。むかつく。ちょっとやっぱ、うん、ムカつくっていうか、ああ、見えてないな、みたいな感じで思っちゃうけど。やっぱさ、分かってねえなって思っちゃうよね。思っちゃう、思っちゃう。それが自分の正しいのかどうか置いといて。うん、そうだね。すごいあるよね、そういうの。いや、でも、あと、うん、外からなんて分かんないって俺はずっと思ってるけどね。その監督はまあ正しく、監督とのさっきの評価のすり合わせをしといた方がいいけど、うん、それこそだって、戦術でそのプレー選択してるのか、自分の判断でしてんのかなんて外から分かんないじゃん。うん、だから別にこう言われたからこう自分としてはこっちにプレイしたいけどやむを得ずこっちやってるとかある意味ちょっと守備の役割に徹してとかバランス取ってみたいなところって多分外から見えない部分ってサッカーめちゃくちゃあんなってやっぱこう、うん、そうだね。と思うから
なんか、まあ、まあ、外か中で言えば別に中の評価だけ気にすればいいなとも思う。まあそうだね。それはでも思う。うん、あと、テレビの映像のプレーと、ピッチの上で感じるプレーって全然違うの分かる。こう、テレビだとすんごいうまそうに見えてた人がさ、パッて対面した時に、あ、この人って顔上がってないんだとかさ、周り見えてないんだとか、そういうのってすっごい感じるのあるじゃん。うん、そういうのもやっぱさ、正直中でしか感じてないことってたくさんあると思うから、うん、確かにその中の評価気にする方が大事なのかもね。うん。うん。外より。チームメイトが分かるね、うん。より対戦するとより分かるし、うん、そうだね。チームメイトでやるとより分かるし。やりやすい人とかいっぱいいるもんね。そうそう、凄さとか、うん、意外とこう、こいつうめえな、いい選手だなと思ってても、チームメイトだと、自分のタイミングでしっかりしないから、うん、なんかよくいる、こう。あるあるだよね。相手も嫌だけど味方も嫌な選手いるいるいる。あれとかマジでやらないと分かんないよね。うん。相手にするだから。これ言うとちょっと言い訳っぽく聞こえちゃうんだけどさ、あのやっぱサポーター受けいい選手っているじゃん。うんうんうん。とあんまサポーターに受け良くないけど、味方とかさ、チームメイトからいやあいつは絶対必要だよみたいなやつってやっぱりいるよね、うんうん、絶対的に。いるいる。うん。確かに。それは思うときあるな。あのうちの宮崎みたいな感じでしょ。うちじゃないけども。ああ、左サイドバックの。うん、とかなんかこう。え、だから味方にいるとめちゃくちゃやりやすいってことでしょ。そう。あ、別にあのサポーター受け側とかいう話じゃなくてね。うん。宮君の良さみたいなのって一緒にやんなきゃ分かんねえよなとかは。うん、確かに。俺は同じ左サイドバックとして、やっぱすごい思ってたけどね、うん、そういうふうに。てか多分さ、身体とかそんなないでしょ。そうそうそう。そうだよね。派手めなサイドバックじゃないからさ。うん、そうだね。結局でもどのシーズンもさ、最後あの人出てるみたいなイメージあったけど。そう、そういう人いるよね。いる。どの監督でもみたいな。うん、今ここでしてる話をさっきすればよかったんじゃないのかってすごい思ってきた。岩尾に、ケンさんって時々試合中に自分を客観的に見てプレーしてませんかって。むしろずっと客観的に見てんじゃないの、自分を。うん、どういうことなんだろうそれ。例えば、うん、なんかでも言わんとすることわかるけどな、なんかこう、なんか上から見てる感じじゃないの、俯瞰してるっていう感じじゃない、なんかその、うん、ちょっと感情排除じゃないけど、さっきで言うこう、うん、別に、ああ、俺の今日の俺こうだな、みたいな。うん。なんか、そこの認知はしてるけど、うん。そこに判断はそんなにと、判断じゃない、感情はそんなに伴ってなくて、ああ、今日気悪いな、でも別に、あ、やべえやべえ、どうしようどうしようって、こう、自分の内側にいるんじゃなくて、ああ、内側にはいないね。今日フィーリング悪いな、じゃあちょっとポジション変えてこうした方がいいなっていう、こう、ただもう、単純にこう、そこを判断をしてるみたいなイメージとかあるんじゃない、うんうんうん、そんな感じ。なんか嫌なんだけど、分かりやすい人みたいで嫌なんだけど。さっきからなんか知ってる、ね。相当分かりやすいよ。10年前から知ってたもん、俺、それ。そんな昔からね。うん、バレバレだよ。そうか、面白くないな、人としては。終わってから落ち込むけどね。落ち込むは落ち込むんだ。めちゃくちゃわかる、うん。なんか。落ち込むは落ち込む。落ち込むときはね。練習なるべくそのネガティブな感情を引っ張ってもしょうがないから、うん、排除してプレイしてるから、うん、その分終わった後は、それこそ映像とか見ながらこう、とことん向き合うみたいな。うん、試合見るの辛いよね、たまに。辛い試合も。見るかって感じになるよね、ほんと。なるなる。
気が重い中で。ちょっと辛いよね。試合中切り替えなきゃいけないから、うん、そんな引きずんないんだけど、さっき言ったみたいに。逆に後から見てるときは、何回も見て、うわーとか思いながら。ねえ。なんで俺走ってないんだろうとか思うよね。こんだけサッカーしてきてんのにこれでいけねえかとか思う。あるあるある。あるね。幻滅してるよね。なんかあのテレビの映像を見るとさ、自分の悪かったプレーも別にそんな悪く見えないのが俺は嫌で。うん、なんかそれで、あ、やっぱ全然大丈夫だなみたいなごまかすのもすごい嫌なんだ。ごまかしちゃう、たまに。いや、わかるよ。俺もたまにそれで、よかったよかったみたいな感じで思うときはあるけど、やっぱさ、それだとさ、なんかこう、ねえ、なんか、ほんとただごまかしてるだけでさ、本質全然向き合えてないなって思うときめっちゃあるな。うん。うん、あれ、ほんと、辛いよな、映像見んの。あと、すごいいいプレイしたと思って、逆にテレビで見たらめっちゃ普通な時あるよね。わかるわかる。わかる。わかる。ちょっと見るの楽しみぐらいの勢い。そうそうそう。いざ見てみた。めっちゃ普通だよね。そんないいプレイしてなかったっていう。うん、それあるよね。むしろ持っていい選択肢あったなとか。うん。そうそうそう。ここ通したと思ったらね、画面上で見たら別に普通に見える時あるよね。うん。なるほど。岩尾やっとさんに似てるっていうのをこの間解説で久里さんが言ってくれてたってらしいです。何人もの方がコメントしてくれてる。めちゃくちゃ嬉しいわね。うん、確かにやっとさんマジで何にも変わんねえからな。ミスってもあの人こそ変わらないよね。あの人こそ確かに好不調ないイメージだな。ずっと50のイメージ。なんか別に普通にミスすんだけどさ、やっとさんも当たり前だけど、うん、全然気にしてないもんね。うん、まあ自信もあるんだろうね、やっぱり。別に次来たらやれるよっていう。うん。あとなんか、それはなんかこう、謙虚に言ってると思うんだけど、うん、そんなにこう、逆に自分に期待しすぎてないというか、別になんか、一人でやるもんじゃないし、こうなんか、周り、あ、どうにかして、みたいな、取られても、頼むって思ってる。うん、違うの、それさ、やっぱさ、それはもうやっぱ、あの方が言うから許されるわけであって、俺がそんなこと、俺とか言ってたら結構、速攻疲れなくなるからね、多分。お前責任感なさすぎだろとか絶対言われるから。いやでも俺もあるよ、なんか、頼むって思ったこと。でもやられて、普通に。頼めねえよな、それってなって、頼むのやめた。でもさ、なんか、ミスがさ、失点につながる選手とつながない選手いるよね。あ、いる。それもある。持ってる選手ね。それこそだから、ね、それ持ってる持ってないのかもしれないなとかって、いや、ね、やっぱそれもまた別の話になっちゃうけど。うん。この辺にしときます。そうだね。すごいたくさん見てくれてコメントもくれました。ありがとうございます。ありがとうございました。最後はちょっと山田か岩尾のどっちかが終わらして。でもこれもうあれだから、どっちみち残んないから。あ、ほんと。うん、さっきのところで終わって。あ、オッケーオッケー。あとで切ってもらう感じだから。これ YouTube に残るんだっけ。そう、さっきのところまで残してもらって、多分明日とかに切ってもらって。なんか結構あれだったな、話すのすごい難しかったの。うん、うん、同じ話を本当に行ったり来たりばっかしてた気がする。いい勉強になったわ。頑張りましょう。そうだね。じゃあ終わりにします。終わりにしましょう。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。